雨ですね。スウェーデンのストックホルムにいます。今どこにいるかというとですね、人権ダムっていうねところがあって、今ここの近くに宿取ってるんで、そこを今歩いてるところです。すごいですね。で、まあこっち側がね人権ダムということで、このスタジアムみたいになってるんですけどね、スタジアムっていうかこのサッカー場みたいな感じでスポーツできたりします。でこっち側が公園になってます。でね、古い町並みの建物がこっちにもあるんですけどね、結構こっちのはね中心から離れてます。で公園がね、人権パークっていうね公園があるんですけどね、まあ公園もなかなかいい感じの公園です。のんびりしてますね。これいいですね。だからちょっとねのんびりして心理よく楽しみたい人はねこっち側に来るといいかもしれないですね。すごいですね。